皆さんこんにちは、みさとです。ここは名古屋駅です。今回は近鉄で大和八木まで特急に乗車した模様をお送りします。さて、近鉄で名古屋から大和八木へ行くには一番思いつくのは火の鳥かもしれません。しかしこの時間帯の火の鳥は大和八木には止まりません。無難なところで名阪オス特急のアーバンライナーですが、10日ほど前に下呂温泉からの帰りに乗ったばかりなんですよね。車高を変えたいのでもうちょっと調べてみると、16時10分発の賢島駅特急に乗って伊勢中川で乗り換えて、伊勢中川からは大阪難波駅特急に乗り換える方法もあります。しかもアーバンライナーより20分早く名古屋を出て、大和八木には12分早く着きます。今回はこの伊勢中川で特急乗り継ぎをして帰ることにしました。ということで、名古屋16時10分発の賢島駅特急は伊勢島ライナーです。発車の時刻になると流れるメロディー、ビクター・ヤングのアラウンド・ザ・ワールドは近鉄名古屋駅の伊勢島方面行き特急に使われています。乗り遅れないように乗車します。向かい側にはついさっき難波から名古屋に到着の火の鳥、こうして近鉄名古屋駅を発車です。伊勢島ライナーも前後の運転席後ろのデッキは展望スペースになっており、大きな回り込んだ窓から見える景色は絶景ですね。今回は最後尾の1号車のデラックスシートにしました。近鉄八田駅を通過中です。さて、伊勢島ライナーのデラックスシートですが、テーブルは肘掛けに収納式になっています。大きさはまあまあの大きさ。コンセントは肘掛けのここにあります。レギュラーシートより大きなデラックスシートで重厚感もあるので、座ると落ち着きますし、旅の疲れも癒せそうです。列車の方は木曽川を渡っています。続いて長良川、揖斐川を渡ると間もなく桑名です。ちょうど日没の時間が近づいて、夕日とにらめっこな時間帯です。桑名の次は四日市です。稲部川を渡って間もなく通過する工場、以前は東芝のマークがついていたキオクシアです。近鉄四日市に到着ですが、昔名古屋から湯の山線方面への直通列車が通ったルートが見えますね。発車いたします。扉が閉まります。ご注意ください。四日市を発車すると、高架の下に四日市あすなろう鉄道の線路が一瞬見えました。四日市から次の停車駅、白子までの間で日没。しばらく夕日を眺めていました。白子に停車です。この駅は難波から名古屋までの各駅停車の旅で、津新町発名古屋行きの普通列車が太平町などで15分停車したのを思い出しました。白子を出てさらに伊勢島ライナーは走ります。白塚車庫、白塚駅を通過中です。次の高田本山の手前で遠くに伊勢鉄道の高架線が見えました。調子よく飛ばしていましたが、江戸橋駅付近で大きく減速して JR 紀勢本線と伊勢鉄道線をオーバークロスして津駅に到着です。そして津を出発、しばらくして雲津川を渡り終えると、火の鳥やアーバンライナーが通る中川短絡線が分かれて行き、伊勢島ライナーは伊勢中川駅へ。乗り換えのためデッキへ向かおうとすると、デラックスシート車の壁面には真珠をあしらった飾りがありました。名古屋から約1時間、伊勢島ライナーの快適な旅を終えて、隣にはすぐの連絡の大阪難波駅特急のミスタカーが停車中。1分の連絡なのですぐ乗り込みます。ミスタカーは会場席にしました。
さっきまで乗っていた伊勢志摩ライナーです。5号車の4人用のサロン席と2人用のツイン席が見えます。こんな感じで1分の無駄なく乗り換えで伊勢中川駅を発車。先ほど見えた中川短絡線がカーブを描いて近づいて合流します。この会場席のシートは22600系と同タイプのシートになっています。座席の背面テーブルはありますが、コンセントはないままです。さて、このビスタカーは2階建てなので、下の席も気になるところ。階段の踊り場の部分がデッキになっており、そのまま降りた先が開花席です。なお、開花席は3から5名で利用のグループ席になっています。そして開花席はデッキとの仕切りはありません。扉が開いている時に暑さ、寒さの心配がありますが、開花席が寒くならないようにデッキの暖房を高めにしていたようで、かなりこの階段付近が熱めに感じました。列車の方は大阪難波と賢島を結ぶオツ特急なので、停車駅は多めです。榊原温泉口、伊賀鉄道乗り換えの伊賀神戸、そして名張車庫の横を通って名張です。この駅で4分停車して前に4両連結します。この列車は終点大阪難波到着後の折り返し列車は帰宅の通勤時間帯になるので、それに備えての増結です。窓の外を見ると会場席なので、一般車両の側面方向幕がこんな風に見えます。次は灰原。この駅で大阪・関西万博ラッピングになった5820系の急行を見かけました。そして灰原から11分、18時5分に大和八木に到着。名古屋から1時間55分の旅でした。乗り換えなしのアーバンライナーでも1時間47分なので、その差は8分。乗り換えをしても停車駅も多いのに8分プラスだけなのはなかなか頑張っていると思います。普通にアーバンライナーに乗れば一つの列車にしか乗れませんが、こうすれば2種類の違うタイプの特急を楽しめます。乗り継ぎによっては同じ形式かもしれませんが、特急券をネット予約すれば何の車両になるかわかります。近鉄特急の場合、30分以内の乗り継ぎだと、基本的には特急料金は通算になり、割高にならずに済みますしね。以上、近鉄名古屋から大和八木まで伊勢中川で乗り継いでの近鉄特急の旅でした。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。